松イ化は、鈴木木鈴木亜目にところ属する魚類の分類群の一つ。二族からなり、松イなどおよそ五種が含まれる。松イ化の魚類は温暖な地域に分布し、沿岸近くの浅い海で生活する松イ族と、インドからボルネオ島、ニューギニア島にかけての淡水、寄水域に分布するダトニオイデス族に分けられる。族の未成は枯れ葉に擬態することが知られ、 黄色鳥の体を横たえたり逆さまになったりして、漂うことで捕食者の目を欺くとされる。俗名の由来は、ギリシア語のロボスから、松大科の仲間は、左右に平たく側平たした、いわゆる体型をしている。生魚の体色は、緑色から褐色鳥、全長は、最大で1メートルに達する。背びれと尻びれの後半のひれ状が丸みを帯びて、後方に、 せり出し、三枚の大ひれを持つように見えることが最大の特徴である。背びれは12本の棘状と15から16本の南状で構成される。鋼外骨と隙骨の葉をかき、椎骨は24個。松台科には、ネルソンの体型において二属五種が認められている。松台族とダトニオイデス族が単系統群を構成するという根拠は乏しく、 校舎を独立のダトニオイデスカダトニーデデ,デイとして分割する見解もあるが本体系では暫定的に松大化に含められている。本校ではフィッシュブイスに記載される二属七種についてリストする。松大ラバッツスリーナメンシス。後方に競り出した背びれと尻びれが英名トリプルテイルの由来となっている。ありがとうございます。